はじめまして、リンゴルフご覧の皆さん、ゆかです。カメラマンの山ちゃんです。お願いします。みっちゃんって呼んでください。あ、わかりました。じゃあみっちゃんって今日は呼ばさせていただきます。、はい、東千葉カントリークラブ、うん、東コースのインコースを9ホール、はい、ラウンドしてもらおうと思ってます。はい、ゲームにクリアすると天岐阜3000分をプレゼントしてます。15マス開けますと差し上げられますんで、お、取りまーす。みっちゃんの本日のプレイヤー紹介、お願いします。これ韓国ウェアです。韓国ウェアなんですけど、アミっていうところで購入してます。ここはいろいろセレクトショップなんですけど、そういうことですね。そう、はいはいはい、韓国ウェアをいっぱい取り扱ってて、めちゃくちゃ可愛いウェアが多い。バイザーも同じですか？バイザーもそこで売ってるやつです。お、結構韓国ウェアタイトで、うんうん、シルエットがね、ねえ、めちゃくちゃ綺麗だから、 あとあんまり被らないのがいいですね、うんうんうん、人と。確かに。え、シューズもなんかすごいおしゃれじゃないですか？あ、そう、シューズはもうずっとここ使ってるんですけど、オーダーメイドのシューズでアザスゴルフさんです。あ、アザスゴルフ、はい、めちゃめちゃおしゃれ。めちゃくちゃ可愛いんですよ、これ砂よけ剥がすとこうやって、ここもね全部デザイン作れるんです。うんうんうん、選べる感じ、ね、そう、選べる感じ、革と色ね。そう、なんかなんだっけ、くるくるやるやつ、ボア、なんて言うんだっけ、ボア、そうやね。にもできるし、紐にもできるし。あ、そういうことか、そういうことか。そう、はいはい、選べるのね。そう、紐タイプか、うん、ボア、ボア。分かってない。そう、いろいろ選べる。ちょっと靴はめちゃくちゃ人気、うん、毎度すごい、うん、可愛い。それ可愛いんです。アダス、アダス。あ、でした。あ、だっこれは右ドッグですね。左目を狙います。おお、いいんじゃん。うん、おお、ナイス。いいキック、前に前に、いいキック。まああんま飛んでないけど、いい感じ。いいね、ナイスショー。みっちゃんはなんかこう習ってたりされたんですか？してないんですよ。すごっ。本当にゴルフ、コロナになって、はい、なんか昔一回ゴルフクラブ握ったことあるんですけど、うん、全然ハマんなくて。あ、やり始めた頃ね。そうそう、最初ね、一番最初。そう、うん、でコロナになってやることなくて、まあ、初めてその時に、まあ、ずっと同じ人に、うん、まあ、教えてもらったというか、ずっと練習、うん、一緒行ってて、うん、でそれでなんかこう癖とか分かるじゃないですか、そうなったら。あ、一緒に行ってるからね。そうそうそう、行ってるから、うん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 、それで結構教わってました。うーん、だからなんか基礎を習ってないからちょっと大丈夫かなって思っちゃって。いや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 、なんかほら。でもなんかある程度まで行くとやっぱそう、うん、そういうのとか改めてとか大切っぽいですけど、うん、そもそもそこまで行くのが大変だからすごいなと。ね、頑張った。頑張った。頑張った。残り177ヤード。はい。また問題のウッドちゃんです。お、いい。いいじゃん。やったー、当たったー。でもまたラフ。え、そうなの？え、あそこラフある？なんかある。なんかボコってなってる。そうなんだ。お、いい感じ。これは乗せたい。寄せてワンパット、いきます。58度、いきます。どう？いいと思う。あれ、あ、止まるよ。すごい。止まるよ。いや、そんな止まる人は、いや、正直見たことないですよ。え、本当に？だってさ、フルショットで止まるとかスピンかかるは分かるけど、うん、ふわって寄せてポトって。天才？天才です。え、あれ？だってさ、ちょっと暗いでしょ、しかもね。あれ？どういうこと？でもちょっと距離あるな。うわぁ、頑張れ。
OK です。ありがとうございます。いただきます。ボギーパー取れないな。なんで。まあチャンス来ますよ。来るか。来ます来ます。ショートでね。いや取ればでも本当本当止まるね。すごい本当にこれ手放せないんですよ私。58度。それはでもその純正のカーボンも盲点だったな。やっぱなんかレリースのウェッジだと軽いからってメンズになるじゃん結構ウェッジ、うん、そうでそうすると自然に軽いスチールになる子が多くて。おお、そうなんだ。そうそう、そのカーボン、カーボンがいい。すごい。いやみっちゃんの腕が。そうか。そうか。でもクラブも合ってるんだと思うんですね。ちょっとよかった、いいやつ見つけた、うん、いやでも本当にあんな止まんないっすよ。なんか1回目はちょっとまぐれかなとも思うじゃないですか。なんか、うん、あれなんか思ったより飛んだ、止まったなみたいな。さすがに何回もはなんないんで。確かに。じゃあちょっと待ってる間に、うん、自己紹介でチョコ、はい、毎日、はい、食べません。でも僕も一時ハマってた時あります。おー、うん、いやでも多分本当にずっと食べてる、高校生ぐらいから食べてる、うん、結構なんかすごい甘いチョコレートにハマった時があって、うん、もう食べたらもうすっごい甘いみたいな。それをネットで調べてどこに売ってるって調べて買いに行ったりとかしたことあります。いや私結構なんかあの普通にコンビニで売ってるチョコ、うん、ガルボがおすすめです。1個なんで。あのゴルフ場に夏持ってきても溶けないです。ああ、なるほどね、なるほどね。そうから食べるのと、うんうんうん、でもなんかめっちゃ食べてるんですよね。毎朝プロテインも飲むんですけど、うん、チョコです。チョコ味。チョコ味。それあれでしょ、プロテイン取ってるじゃなくてチョコ取ってるんでしょ。そうそうそう、チョコとタンパク質へ取ってるのと、ずっと食べてるな。あのバレンタインデーに、うん、あのデパ地下とかであるじゃないですか、チョコレートフェアみたいな。チョコフェアになるもんね、うんうんうん、名前忘れちゃった。青い箱のチョコ。わかんな、うん、塩キャラメルで塩が乗ってて、うん、それを毎回買う。うわ、名前忘れちゃった。買うんだ。でも買うけど、あれなんだ、うん、それが一番好き。あの、うん、ほんと1年に1回そこで楽しみに買いに行く、友達と。で普通になんかあのクッキーっぽいタケノコのサコとも好き、うんうん、まあ、どっち派ですか、キノコとタケノコ。まあ、視聴者さんも気になると思うんで。ちょ、これコメント欲しいですね。タケノコ派、キノコ派。あ、欲しい欲しい。タケノコとキノコだよね。タケノコの里とキノコの山。山。ちょっとどっちか、うん、ちょっとあのコメント入れてもらってアンケート。アンケート、ね、あのちょっと集計は分かんないけど、うん、ちょっとせっかく楽しんでもらって。でもらって。じゃあ一斉ので僕ら答えます。オッケーです。せーの。タケノコ。おお。あれでしょ、サクサクでしょ。そう、サクサク。あれ知ってます。ちっちゃい頃からそうなんだ。何？キノコの山。うん、あの。こう先っちょだけ売ってるらしいです、うん、今。あ、そうなの。チョコ以外あの先っちょが苦手でタケノコなんですけど。あのサクサクがいいよね、タケノコで。そうなのに、あの先っちょが好きらしいですみんな。へー、僕ちっちゃい頃あの先っちょだけ残してました。食べるな。もう違う。ポッキーもそんな感じ。プリッツが苦手だった。ポッキーのじゃあの白いとこ残すみたいな。そう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 。それは変人です。打てる、もう打てる、打てる、打てる、打てる。緑ですね。いやマジ綺麗、綺麗、本当にずっと綺麗。木がさ、すごい立派なんですよね。ね、整えられてて。花粉症の人注意。あ、春。はい、私杉花粉。おお。あ、ちょっと左だけど、うん、まあ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 いい？うん。いい？いいって何？ちょっと長めだね。長いな、ここ。パー3がまだ来てないから。ウッドでチャレンジ。右目。上げてます。
けるの。笑ってるめっちゃ。いや、やっぱね、ラブが深いんすよ。てんてんてんって見えた今。なんであれ。え？ラブが深いってことにしていいですか。どういうこと。めっちゃ笑ってる。面白いよ。なんでちょっとセカンドあれだね。もう今日呪われてるわ。呪われてる。なんで大好きなのにセカンド。セカンド。めっちゃショック。セカンド今日ダメだわ。なんで105ヤードのとても上げ。7番でいきます。うわむず。どうしよう、うん、ちょっと頑張ります。いや、これはね、難しいからね、しょうがないよ。これはどこに行ったんだろう。すごくない？あ、だからほら、ほんとうまく左側にコロコロコロって転がってくれたと思う。日頃の行いが、あんま行ってたら右側だった。日頃の行いがいい。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいショット打って乗んなかったかなぐらいな感じで思います、うん、ナイスナイス。あ、やばい、やっちゃった。これはトップした。うん。これはやらかしましたね。うん、これで寄せて OK もらうぐらいでいきます。止まんないか。ここはやらかしホールですね。やらかしホール、はい、やっちゃってるな。さあ、ここはちゃんと入れよう。フックです。うーん。ちょっとお前取りたー。もらいます。取り取り取り。悲しい。悲しい鳥。ちょっとショックだけど気を取り直していきます。はい、パー5来ました。みっちゃん、事件です。カメラが壊れて急遽 iPhone です。あー、日頃の行いですよそれ。熱こもって飛んだのかなんだか分かんないんですけど、今充電中ですとりあえず。ってことでパー5、初パー5ですね。今日初パー5。2回目。そうそう、あ、パー3がまだ来てないんだ。そうだ、2回目です。お、打ち下ろし、打ち下ろしの真ん中狙います。あー、ちょっと右、これやばい、大船、大船、おー、またラフ。これない。あった、ありました。わお、わお。もう出すだけだ。出します。前に並んで、どう？どう？オッケーオッケー。このため、ちょっと捕まっちゃったね。捕まっちゃった。おーおーおー。ちょっとカートコロコロ疑惑があるね。跳ね方的に。カートコロコロ。お、カートコロコロで一個。うん。なんかすごいポンポンポンっていった。ポンポンいったの今。85ヤード。ピッチングでいきます。うまい。うん、でも。いやでも難しい、これはね難しいですよ。距離感難しいでしょ、これだけこうこんなにね、傾斜、うん、でもまあ痩せます。弱いなー、弱いなー。これは弱すぎる。ダメだー。お、あー、オッケーです。パー3あれですね、16番、まあ、次のホールと最後のホールでした。あるんだ、2つ、うん、ある。だからまあ全然わかんないよ、普通にパーバーディーワンオン。ある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 。
大丈夫大丈夫。ここでバーディー取る。そう大丈夫。今あれあんま変わんなかった？いや全然変わってない。なんかしましたっけ？あ、ウェア紹介した。した。ウェア紹介した。ウェア紹介する。カラーボール探すかな。の、あ、カラーボール持ってないの？持ってない。じゃあカラーボール探しも加えてもらって。加えてしますね。はい。見つけたら教えてください。はい。見つけたら教えてください。じゃあ測りいきます。ショート。